清水海上保安部が今年最初の潜水訓練を行い、潜水士たちが溺れた人を救出する手順を確認しました。午前10時、静岡市清水区の巴川の河口に集まった潜水士たち。清水海上保安部に所属する20代から30代の7人が参加しました。今年も1年、怪我なく健康に頑張ります。訓練は過酷な現場に行って戻ってくることを想定したものや、海で溺れた人を協力して救助する訓練が行われました。潜水士たちは互いに声を掛け合いながら一連の訓練を素早くこなしていました。連携が現場の救助には非常に重要になってきます。今後ともより一層深めていきたいと思っております。